はい、お分かりいただけたでしょうか。そうなんです、ミキサーですね。ミキサーをねやっと買いました。持ってたんだけど、前の動画でも何回か言ってると思うんですけど、引っ越しの時にね、業者さんにゴミとね間違えられて処分されちゃったので、ずっとミキサー欲しくてやっと購入できました。なんかおしゃれなやつね、おしゃれなやつが欲しいなと思ってて、これ実は楽天のポイントで買ったんですね。なので結構ね安く買えました。で、私は今回この緑を買ったんですけど、なんか他にオレンジとかこの色ベージュなんていうのクリーム色があったんですけど、まあ、私は迷わずこのグリーンにしました。またねこれから料理のね幅が広がったらいいなっていう思いでこちらのミキサーを購入しました。はい、いつも私の動画を最後まで見てくださってる方、本当に感謝いたします。本当にありがとうございます。皆様がね動画を見てくださるので、私もだいぶ励まされて、やる気って言ったら変ですけど、なんかモチベーションですね、モチベーションがね上がって元気になったりもしています。本当にいつもいつもありがとうございます。またね、何かの感謝の気持ちでね、何か動画で表現できたらいいなって思っております。はい、ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。